でね、今ちょっと編集点的なところを作って、はい、あのパート2でございます、うんうん、というのに加えて、うん、まあ、詳しいことは先の動画、うん、パート1の方を見ていただければと思うんですけども、はい、アドラー with エニアとかだけでは、うん、そのこれまたあの、うん、カジサックさんの言葉を借りる、うんうん、借りるんですけども、うん、カジサックさんと千原ジュニアさんが話している動画の中で、うんうん、千原ジュニアさんは番組を週に2本撮ってます、うんうん、っていう話をした時に、うん、カジサックさんが、うん、そこをなんとか3本にできませんかと、うんうんうん、2本は1本と変わらないんですと、うんうん、2本だったらもう1本でも一緒ですと、うん、でも2本と3本は大きく違う、うん、って言ってたんですね。で言ってたのと同時に、うん、毎日出すのと週に5本っていうのもそんなに変わらない、うん、まあ、データがあるんでしょうねっていう、そうなんで、うん、いうのを見て、うんうん、そっかと、うんうん、だったら毎日上げ、まあ、我々今だいたい週に 4本ぐらいなんですけども、うん、だとするとエニアグラム柱ですと、うんうん、笑顔がいますと、うん、やっぱりそのもう何本か古いですよもう何本か柱は いるんですよね、うん、あと先ほど、まあ、アドラー1の方で上げたアドラーっていうのは、うん、ちょっとずつこれから上げさせていただくんですけども、うん、エニア・アドラー、はい、エニア・アドラーは、うんうん、何かね、この200人の賢者が今賢者がチャンネル登録チャンネル登録していただいてるんですけども、うんうん、何かその我々、うん、まあ、もちろん今このタレントさんがね、うんうん、どんどん上げている中で、うんうん、どこにそんな需要があるのかっていうのは、うんうん、私思ったりするんですけども、うんうん、あの持論としては、うん、テレビって過激なんですよね。味付けが濃いんですよ、うん、かなり強烈な味付けになっておりますと、まあ、編集とかあの麻薬性、うんうん、麻薬性があると、うんうん、中毒物質が入ってますと、うんうん、逆にでもなんか寝る前とか、うん、なんかチルーなやつが聞きたいじゃないですか、うん、なんでその、うん、私一時期、うん、あの大食い動画結構見てたんです、うんうんうん、ダイエットしてる時に、うん、あの自分が食べれないのを我慢する代わりに大食い動画をよく見てたんですけども、うん、最近その大食い動画ですら味が濃いんですよ。どう濃くなる？いや、なんかもういいそんなにきつくやりすぎもういい、もっと普通に食べてる動画が見たい、うんうん、で最近はもう普通に黙々と、うん、食べてる動画っていうのもあって、うん、そういうのを見てるんですね。僕は魚さばいて食べてる動画ですよ。気まぐれクック。あ、でも気まぐれクックさんも今、さばくっていうところでもドーンっていっちゃったじゃないですか。うんうんうん、あれも多分そのうち味が濃くなると思うんですね。結構なんかこんな魚食えるのか的なものとかもやってたりしますから、ね。だとすると、もういやもうシシャモを焼いたシシャモを食べる動画でいいみたいな。普通に美味しそうな動画じゃないよ、美味しそうな魚をさばいて食べてる動画でいいんですよ、はい、僕もこうもともと見始めたきっかけがこの塩分取っちゃいけないって医者から言われて食事制限ですよ。ちょっとパーソナル的なことを言うと若干あの腎臓が悪くらしちゃって、そう で食べちゃいけないと思ったら食べたいんですよね。そう、私もダイエット何年ダイエッターなので、そうです、はい、そうした時にこう食べる魚さばいて食ってるのめっちゃうまそうだなって思いながらそれを見てたんですよね。でここでちょっとあのパーソナル情報を言いますと、うん、あの塩分の少ない食べ物にとても詳しいです、うん、なんか最近は、はい、これ食えるなこれ食えないなみたいな、あの塩分を気にする方の食事、うん、食事で私は、うん、あの6ヶ月間で20キロダイエットして、うんうん、5年間キープした、うんうん、っていうキープし続けているっていうのがありますので、その辺のことは喋れます。なんか健康番組健康チャンネル健康って一回動画で健康チャンネルを上げたんですけど、それも一回だけですけどね。そうなんです。それをやりたいって最初言いました。健康は需要があるって言ってただ健康のネタが僕ない。あ、まあ、塩分に関してはあるかもしれないです。で私もダイエットに関してはあるんですけど、やっぱ、うん、基本もうクーナに入っちゃうので、うんうん、クーナしかないんですよね。食べ過ぎってそうするとネタがない、ネタがないって話で一回やめてるんですけども、うんうん、なんでまあそういったちょっと今パーソナル情報を伝えつつ、うんうん、こういうね、うん、あの一般人の
チルーな会話、いやもう芸能人のワイワイガイガイじゃなくて、っていう需要があるのでは、まあ僕芸能人のチャンネルほぼ見ないですからね、まあ、あっちゃんは見ますけど、その例えばカジサックさんのとか、キングコングの週刊キングコングとかあんまり見ない、あんまり見ないてかほとんど見ない、ほとんど見ない、なるほど、あなんか、まあ、YouTube を投稿するようになってからはどんな感じなんだろうって見た気がします。多分それは、うん、あのあれですよね、私が、まあ、チャンネルを共有している部分があって、あ出てくるっていうのもありますね、そう私が見てるのが多分出るんですよね、なんで私も隊長が挙げているクラシックギター奏者が紅を弾いたとか、そうそうはそういうのは結構 見るようになりました。そういうなのでなんか僕多分もともと見るのがそういう役に立ちそうなもの、やっぱり役に立つ方がやっぱり、確かにエニアグラムもそうですもんね、そう今この会話を何人が見てるかっていう問題は毎回ありますよね、はい、なのでこう役に立ちそうなものをどんどん発信できるといいのかなって、まあ、僕たちの立場としては、芸能人は何やっててもいいわけじゃないですか、まあ、こんな翼でゲームやっててもいいんですよ、その人自体にも皆さん興味持ってますからね、こんなのやってんだって見れることが楽しいわけじゃないですか、はいはい、だけど僕たちがこんなのやってんだってそう、あそっかじゃあダメだじゃあこの一般人のチルーの会はダメだ、あでもそこにそういう役に立ちそうな要素があればで200人の賢者の方に何かないですかね、何かなんか200人の人たちが面白ければいい、そういう会話はとは思いますけどね、なるほど、僕たちのことを知ってくれてる人たち200今だったら200人、はいはい、来年だったら1000人、まあ、ちゃんとやってれば、ちゃんとやってれば、はい、の人たちが喜んではくれるのかな、なるほど、とは思うので、まあ、ありだとは思うんですけど、チャンネル登録者数を増やすのには有効ではないかな、あうちはネタになっちゃう、うちはネタ、なるほど、はい、とは思います。そっか、じゃあどう、あとは何をやっ、アドラーは確かにやりたいと思ってました、エニアグラムやります、まあ、そのアドラーのノリでいろんなものを持ってくる、ああいう今までやったじゃないですか、ファクトフルネスとか、ファクトフルネス、あいやホモデウス、ベストセラー、ベストセラー、はい、ホモデウスとか、ああいったものをこう細かく、あ細切れ戦略、あとは、恋愛ですかね、あ恋愛いいかもしれないですね、っていうのはこのこれ恋愛系、この幸せになる勇気は恋愛ではないんですけど、最終的にここの方で解かれるのが愛ですってなるんですね、で実はアトラーのところにも一番来たのは恋愛相談です、まあ、っていうふうに多いですよね、きっとなっていて、だとするとこのベストセラーと組み合わせる恋愛を、エニアをで恋愛のベストセラー、恋愛はやっぱり需要は大きいとは思うんですよね、普通の人よりも相手とよりつながりたいっていう欲求が強いわけじゃないですか。そうですね、だとするとちょっと待ってくださいね、昨日読みながらこんな本があるんだねって思ったものがありまして、その中にこの本の中に、ごめんなさい、もうなんかこの動画が使えるかどうかがもういや使えますよ、まあ愛される技術で、愛される技術の前に愛する技術だろうみたいなのが出てくるんですね、でその中でですね、世界的なベストセラーで、エーリッヒ・フロムという言葉にも鉄人が紹介するんですね、アドラーだけでなくエーリッヒ・フロムの言葉にも耳を傾けるといいでしょうと、彼はその名もザ・アート・オブ・ラビング愛の技術という世界的なベストセラーを出版していますとあって、じゃあこのエーリッヒ・フロムの愛の技術っていう本、愛するということ、愛するということ、これもね、じゃあちょっとなんか今ふと、恋愛シリーズ、恋愛シリーズ、はい、もやるとさっきの方で挙げた女子高生向けにもね、女子中高生、女子中高生、女子じゃない、中高生向け、ごめんなさい、中高生向けにも特に役に立つんじゃないか、特にあの中高生の男子なんてね、自分のことしか考えてないじゃないですか、あの
リビドーに突き動かされてますからそれでいいのか、本当にモテたいならみたいな、ね、でそう本当にモテたいならその本当にモテるやつって、うん、なんて言うんだろう、そう渡部健みたいな、じゃなくて本当にモテる人ってなんかその同じ年なのに、うん、なんか妙に大人びたやつ、うん、なんか達観して要は人間、僕は人間5年生ですみたいな、うん、5回目の高校生です、うん、っていうやつがモテているような気がしません、まあ、その頃はですよね、そうだとするとやっぱりなんかその伝えられることがあるのでは、うんうん、で今ちょっと思ったのでこのエーリヒフロム、エーリヒフロム買わなきゃいけないですね、ちょっと1300円1400円ぐらい、まあまあしますね、なんで大変ですね、ちょっと私も今、うん、NLP とコールドリーディングとを買ったばっかなんですけど、うんうん、この愛の技術も、愛の技術もで買っときましょうか、あ僕も買います、大丈夫です、で、うん、アドラーが言ってるので、うんうんうん、エーリヒフロムの言葉にも耳を傾けるといいでしょう、うんうん、アドラーが言ってる、そう著者が言ってるんじゃなくて、あごめんなさいそうでした著者が言ってる、著者が言ってる、アドラーだけでなく、うん、あの愛の課題として、うんうん、まあ、そこはね多分いくつになってもじゃないですかねって思いますけどね、まあ、結局このアドラーさんが言うのも、うん、全ては人間関係、うんうん、まあ全てじゃないとは思いますよね、でもまあ僕だって健康とかだと悩みの悩みの、はい、そうっていう、はい、まあいろいろ、うん、何今素晴らしいのこうやって話をしていると、うん、いろんな課題が見つかる、うんうんうん、っていう点で今2つの、あの、うん、コンテンツが今できそう、できようとしています、うんうん、他にもそう賢者様たちのそうですねご意見、だから悩みにフォーカス、うんうん、役に立つにはじゃあ悩みだ、うん、ってすると今、うん、アドラーやります、うん、愛です、うん、あと他何かありますかね、あ健康、健康、まあ、健康はでも僕のこう腎臓の病気はどうしようもない、あの再生医療とかの話に、そうですよねそこは僕たちの専門外の部分なんで、でもなんか同じ塩分を減らした食事をしてます、うん、しなければならない、うん、あと情報の共有はできるかもしれない、うん、ダイエットがしたい、うん、あ僕ダイエット成功しましたと、で、うん、僕の健康は免疫の病気なので、はいはい、塩分控えても控えなくてもそんなに数値変わらなかったんですよねっていうところに今、あの治療を始めたのが去年の12月からで、はい、そんなに塩分の量によって数値が変わらない、あそれは今後も、今後も、あまあなので30年とかっていう単位で見たりすれば、こう塩分の取りすぎの人と取りすぎでない人では差が出てくるかもしれないですけど、はいはい、今この場で今日ちょっと塩分取りすぎたとかっていうのは全く影響のない、あそうなんですか、うん、で逆になんかやりがいがないというか、やりがいがないっていうところです、でも薬しかないです、ああなるほど、うん、で薬もきついじゃないですか、やり続けられない、ステロイドなので、はい、半年もうそろそろ薬も終わる頃だ、でやめないといけない、やめないといけない、副作用が今度強くなる、なんであのこれすごい申し上げにくいんですけど、うん、始められた頃の体調と、うんうん、今の体調は若干、うん、見た目が若干って自分で見て全然違う、だいぶ変わってきてますよね1年前の動画見ると、はい、全然違うなとか思います、ね、何キロぐらい、6キロぐらい、あそれでも6キロですか、6キロです、あ、まあ、最近なんかだから全然食べてない、あ食事量を減らそうとして、減らしてる、あなるほど、うん、で気をなので薬を飲み始めて1ヶ月ぐらいで4キロぐらい増えたんですよね、あなるほど、これでやばいと思ってこうそこからこう結構我慢し続けて、でもそこからまた2キロぐらい我慢し続けて2キロ増えてるんで、これはきついですね、きついですよ、大変なんです、でそれがそろそろ終わる頃なんで、さあ今、うん、もう一本柱が欲しいですね、もう一本は欲しいですね、どうでなんかやっぱりなんかその、うん、思ったのは、うん、例えばよくラジオとかでもそうなんですけど、うんうん、だいたい深夜ラジオを聞いてると、うん、初めにフリートーク、うんうん、で
まあ、1時間ぐらいあって残りの1時間は、うん、じゃあはがきのコーナー、うん、でコーナーになって何個か柱があるみたいな、うん、じゃあこのもう一つはお便りコーナー、お便りコーナーが、うん、と、うん、フリートークなのかなと、うんまあうん、そうするとフリートークを毎回出す、うんうん、フリートークって本当にフリー、フリートーク何にも考えずにバンって出て来て、要はどうも、うん、あの M8 招待です、うんうんうん、今週も来ましたね、うん、っていう、あ興味を持つか持たないかは別にしても、うんうん、仮に今200人のチャンネル登録してくれた人は、うんうん、の中の暇な50人ぐらいは聞いてくれるかもしれない、うんうん、フリートークを、うんうん、でフリートークで、あフリートークやりましょうやっぱりで、うん、ごめんなさいね、フリートークみたいな感じですか、フリートークで、あこれと思ったのが、うん、あのラジオの帝王伊集院さんですよ、伊集院さんが毎回やってるのが、うん、今週気づいたことで始まるんですね、今週気づいたことから始まって、から始まってなんで 毎週今週気づいたことをやる、うんうん、で5分でも6分でもそこからこう派生してフリートークみたいな感じ、そうですね、うん、そうそう、でそれでまあ10分ぐらい取れれば、うんうん1個上がるじゃないですか、うんまあ、取れそうですけどね、あだと今週気づいたこと、エニアグラム、うん、アドラー、うん、恋愛、うん、であとはお便りが来ると5本になりますと、うんうん、そうすると毎日上がる、そうするとあの毎日カジサックさんが言うところの、うんうん、毎日上げてるのと変わらないよっていうペースで、うん、週休2日制で上げることができる、うんうん、そうするとこのフリートークからこのコーナーまでがこなせるようになると、うんうん、これラジオなんですね。ラジオなんですよ。いいじゃないですか。ラジオ。そうするとラジオになると、うん、ゲストが呼べる。うんまあ、今でも呼ぼうと思えば、あ誰か来ていただける人がいればね。出てくれる人がいるかどうかの方が今、あそうですね、課題ですけどね。ここに、うん、ここにルールル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 で入っていただいて、フリートーク。フリートーク。フリートーク。はい、ゲストとトーク、ゲストとトークっていう、今週はみたいな、そうですね、でまあ素人さんしか来ないんですけどでもまあ何かテレビを見ていて、うんうん、味付け濃いなっていう人には、うんうん、程よいチルー感、うん、なんか寝る前に聞いてて、うん、なんか気づかずに寝落ちしてるっていう、うん、まあそんな感じでいいですね、はいはい、OK 決まりました、決まりました、コンテンツ、あ、コンテンツ、コンテンツというか、まあ、変わるかもしれないですよね。今週気づいたことから、うんうん、やりましょうやりましょうと、うん、ちなみに、うん、今週気づいたことありますか。今週気づいたことはもう僕じゃ喋っちゃっていいですか、ごめんなさい喋りたい、すいません、あのですね、最近僕昔からの、うん、プリキュアが好きで、うんうん、子供の影響でずっとプリキュア見てるんですけども、うん、である時、うん、プリキュア15周年の時、うん、ハグッとプリキュアの時ですね、3つ前ハグッとプリキュアの時がちょうど15周年で、うん、本を一冊買ったんですよ、うん、アニバーサリーブック、うん、15周年今もう18年ぐらいです、うんうん、で15周年の時に買って1000円で、うん、買った本大事にして今でも子供たちをキャッキャッキャッカ見てるんですけども、うん、それが今アマゾンを見ると、まあ、もちろん今書店には売ってないです、うんうん、でアマゾンを見ると4900円なってるんですね、うんうん、おなんだこれはと、うん、でふと思ったのが、うん、宮崎駿さん、うんうん、もう今映画の監督はやらないよって言ってるじゃないですか、うんうんうん、そうすると今普通に出ている宮崎駿さんの作品っていうのも、うんうん、そのうち高くで買えなくなっちゃうんじゃない、うん、いや転売屋が目をつけ出すと、うん、そこに、うん、一気に買えなく、いやマスクと一緒ですよね、あこれと思って、うん、僕最近宮崎駿さんが死ぬって言ってるわけじゃないんですけどもなんで最近風の谷のナウシカの全7巻の漫画を買ったんですね、うんうんうん、でああ買って今読んでて面白いと思って読んでるんですけども、うん、ふと気づくと、うん、あっちゃんが YouTube 大学で、うんうん、風の谷のナウシカをやりますって言い出した、うんうん、なんだこのデジャビュアと、
何かが起こっている、うん、っていうこと、うん、気づいたことで皆さんも、うん、そう宮崎駿さんの本は、うん、買い打ちに買っといた方がいいよっていうこと、うん、それは転売するために違うあのあ読みたいって思ってるなら思ってるならだし、うん、今後思った時に買えなくなる可能性がある、うん、だって面白いのってお墨付きじゃんって思うんですね思わない可能性もあるそれがあなただそれがあなただよ、うん、それを目的に本を買ったことが今まで一度もない、はい、あ僕もないですもちろん、うん、あただ、うん、この我々が大好き、うん、エニアグラムの本も、うんかなり高騰している、うんうん、ある一冊の本、うん、性格タイプの分析じゃなくてあの9つの性格だったかな、うん、一冊あの当時4400円の本が、うん、今8万8000円ですよ、うんうん、僕が買おうとした時は、うん、買おうっていうか気づいて欲しいと思った時4万円、うんうん、今1年ぐらいで8万8000円になってる、うん、みたいな時に、うん、おこれはやっぱり本は欲しいと思った時に買っとくのがいいよだとすると宮崎駿さんもそうかもねっていうのが気づいたことです、うん、あの予知してるわけじゃなくて、うん、まあでも難しいじゃないですか本いっぱいありすぎるからそうですよねただなんか気づいた欲しいなって思った本は、うん、買っといた方がいい買っといた方がいい、うんうん、普通だから欲しいなって思っそう上がるかもしれないあとじゃあごめんなさい宮崎駿さんはちょっと今、うん目を向けるといいかもしれないと思いました欲しいと思ってる人は買った方がいいかもしれないそうだから上がる可能性高いですよねそうあのなくなったりすると特に特に、うん、で特に宮崎駿さんはもう、うん、あの映画を撮らないくなってそれはもちろん理由が高齢だから、うん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 、高齢だからなんです、うん、以上ですそうすると死ぬかもしれないっていう話いやでふとなんか僕一回だけ、うん、あの予知が当たったことがあって、うんうん、それはあのウルフルズ の、うん、あのジョン・ビー・チョッパさん脱退、うん、あウルフルズごめんなさいウルフルズの解散を一回当てたことがあるんです、ねうん、あウルフルズもうすぐ解散するかも、うん、なぜならトータス松本さんが出始めたから、うんうん、一人で、うんうん、本当解散、まあ、誰しもが思ったかもしれないんですけども、うん、って言ったのと今ちょっと同じ匂いです、うん、だからまあすぐに死ぬかどうかは置いといて、はいまあ、30年後はいない可能性が高いですよね。もちろん今70、80近い方なのでうん、うん、だとすると今あの毎年やってくれる、うんうん、あのジブリ作品祭り、うんうんうん、金曜ロードショーの、うんうん、の一角風の谷のラウシカは、うんうん、今ならまだ定価で漫画が買える、うんうん、それが買えなくなる可能性は高いよっていうのが、うんうん今週気づいたことです、うん、あとプリキュアもそうです実は、うんうん、どんどんプリキュアの方が高くなってるプリキュア僕の知ってるプリキュアは初代ですあ僕初代は今2回目の初代あの2人はプリキュアを見てます、うん、今 Amazon で初代をそのやってた時に見てました子供と なるほどミス・ミナギサと雪城ほのかですね、うん、もう記憶にないですっていうこのフリートークもやりましょうと、うんうんうん、はいはい、今週あでも伊集院さんと同じ今週気づいたことはやらしいですかねなちょっとずらします今週の発見とか似た今週の見つけたまあ何でもいいですでフリートークでやりましょうと、はいはい、で5個を目標にやります、うんうんうん、僕の話が面白いのかなと思いますよねでもこれはあれですよ、うん、僕のじゃごめんなさいそれを言うと今の僕の話が面白かったかって話ですよこのなんかだいぶ外れそうな僕の好みを話しちゃうといいんじゃないですか、うん、それはもう200人のうちの中のチルーな会話を求めている方が見るものとして出せば、うん、いやそこの人たちに僕最近こう面白いなと思ったのが、はい、テスラですよああの株価を、トヨタを抜いたという、そうはいはい、あれ面白いなと思って何が面白いんですか車のシステム、AI、はい、
こう呼び出しボタンをピッと押すと、はい、車迎えに来てくれるんですよ。誰も乗ってないの？誰も乗ってない車は、はいはい、このナイト2000だったじゃないですか。ナイトライダー、ナイトライダー、はいはいはい、ナイトライダーが来たと思ったんですよ。あ、なるほど。っていう話、面白いですかね。全然だとすると、うん、僕は車は運転したいんですね、うん、例えばそういう層もいるのかなって思うんで、いや運転、うん、僕ミッション今でも欲しいと思ってるんですけど、うん、やっぱスリーペダルがいいっていう人も確実にいますよね、うんうん、あとそういうナイト2000があるといいな。ナイト2000が欲しいんですよ。なるほど、うん、でもそういうのは多分来るんですよね、どこかで。自動運転は、まあ、そのうち来ますよ。あの責任の責任の所在、安全と責任の所在が明確になれば、そうそうそう、まあ、どこが責任取るかですもんね。そうすると、まあ、人を感じたらトヨタが責任取るんですかね。保険じゃないですかねって僕は思ってますからね。でこう確率の問題じゃないですか、事故を起こすか起こさないか、はい、でこれがまあ圧倒的に AI の方が事故を起こさないとなった時に多分シフトしていくと思うんですよ。はいはいはい、でそうすると誰が責任取るかって、はい、作った人が責任取るのも厳しいじゃないですか。あと、まあ、この引かれた人の問題もありますね。引かれた人の問題もあるし、あ、その責任の所在地としてある一定数、それがなんか100億分の1とかっていう確率であったとしても、はい、絶対起こるわけじゃないですか、はいはい、事故は。ってなった時に、まあ、トヨタだったらトヨタが取るのか責任をっていうよりは、ね、保険制度でもうなんかみんなで責任取る制度じゃないですか。あ、お金を出し合ってみんなで責任を、なるほど、ある一定数の確率はそこで補いましょうみたいなっていう感じになるんじゃないかなっていう。それも私の予言と一緒じゃないですか。そういう、まあ、僕だったらこうするなみたいなっていう好きなもののタイプもかなり違いますと。かなり違うのが成り立つかなっていう心配がちょっと出ただけです。はい、だとすると今ちょっと思いついたのが、皆さんもいいですよ、送ってくれれば名前も出して、うん、そうそうこれについてどう思いますかみたいな。そう、誰々さんの今週の見つけたですと、うんうん、でそれを発表する、みんなが思った、この人の名のもとにを発表するので、うんうん、特許はあなたですとこの見つけた特許はあなたですの話をしますと、うんうん、まあ、なのでそう、それいいかもしれないですね。みんなの話題を何でも取り上げて話題にしちゃう、はいはい、フリートークにするっていうところで、うん、あの M8 まだ招待、招待 M8 招待は今後も7月300人、うん、目指して目指して、1ヶ月後ですね。有毒じゃなくて味の強すぎない、うんうん、けど散るすぎくもない、うん、あの役に立てる番組をと役に立てる番組を思っております。ありがとうございました。チャンネル登録も何卒よろしくお願いします。ありがとうございます。